カニくんいないか。よし、再びカニ探し始めっか。多分ないわ。俺の晩飯、あのごちそう。いた。こら。よし。ゲッチュ。ああ。こら。トワッツ。よし、ここで6匹目。結構赤いから見分けが。いたっつ。よし、いてててててて、いたたた、くっと。さすがだな、軍手でも結構痛いぜ。ぬっ、おら、なんだこいつ、でかい、なに黒い、ぬっつ、うっつ、お、なに、なに黒いの、なにこれ、あ、黒いやつ取った、なんだこいつは、いや、オンにしねえよ、はい、黒いカニ、結構でかいです、毛ガニですね、新種です、新種発見、たまごっち、むてめえ、見つけられたからにはお前。すべて採取する。カット。ほら、バカめ。おいしょ。ほいほいほい。いた。そう。む、黒い黒い貝。よし。黒貝。いただただ。あーいだ、こいつもこいつみたい。いてー。おーっと、登れてくる、危ねえ、逃げられるとこだった。大豊作、大豊作。これカニの穴かな。いで、こじくってみる。これ何の穴？多分これカニの巣かな。わかんねえけど。バカめ。おっ、よっ、また黒いのゲット。いいぞ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 、この調子で。ここら辺痛いにあるやつを全て取る。この変な流木みたいなのに隠れ家にしてるらしいな。絶対にここら辺にいるはずだ。このでかいのは無理だな、これ持てないだろ。うっ、違う、よし、どこ行った？
いたっ、でかい、痛い、くーっと、でかい、痛い、痛い、痛い、あ、痛い、くー、痛い。これ次回かな、この反省点を生かしてもうちょっと強力なか、軍手用意しとこう。これ見てください、これこれ10匹、20匹ぐらい。あー、ちっちゃいな、このこいつらは。いや、だいぶちっちゃいカニがいっぱいいますね。うん、ここら辺全部ちっちゃいです。なっ、ヘビとかいね、いねえかな。ヘビいないっすか。いた、ぬおー、ヘイ、貴様らはこの選手場横にしか歩けない、痛い。その性質を絶対に横にしか歩けないということは分かっているんだよ、バカめ。よし、おっ、痛い、こ、おっ、痛い、痛い、うおっ、大量に、なっ、痛い。あそこら辺に逃げて、どいっしょ。そこら辺にいることは分かってんだよ。いったな、バカめ。ここらにいるのは分かってる。姿を現しなさい。小さいやつは見逃してやろうが。あー、逃げた、バカ、ノップ、あぶね、逃げられるとこあった。でかそうなやつ見して、とりあえずまずお前だ。あっちに逃げてみな、くさっぱら、バカめ、逃がすか、痛い、あー、痛い、痛い、うわ、痛い、うわ、あとはどこだ、うわ、っていうか軍手左手使ってねえから右に2個つければ、二重にすればいいんじゃ。うん、大量大豊作、バカめ、貴様はない、横にしか動けないことを知ってるんだ俺は。よっ、子供たちはいい、子供たちは残念ながら小さすぎて絶対に、うん、食いがいがないので。大人なんだよ、すべて大人を、大人を狙う。さあ、マムシじゃなくていいからさ、あれ出てくんない、
あの青大将、俺青大将欲しいんだけど、あの青大ペットショップで青大将、あ猫、俺よく猫に嫌われるんだ。野良猫ですね。結構前に野良猫徘徊してるんですよ。さっきよし、運転をとりあえず20にしまして、生き物に詳しい方、あのいらっしゃったらですね、あのこれカニ、これ何のカニなのか、ちょっと誰か教えてください。一匹は赤いカニです。もう一匹、もう一種が黒い、茶色い、カニっぽいやつ。毛が生えてる。同種でオスメス違うだけかもしれんな。もしかすると。あ、ここカニの穴だ。これカニの穴だ。くそったら逃げられた。カニの巣だこれ。よし。よし。オスとメスの違いかもわからん。なるほど、ここがカニの穴か。そうとわかりゃ。掘り進めばいい。掘り進むように、よし、イエーイ、ゲッツ。見てこれ、これ掘りすぎじゃない、これ30匹以上いるな。30匹が確実にいるな。バカどもね。よし。俺から逃げられると思うなよ。これオスメスくせえな。おら。おら。オスメスかもな。よいしょ。よいしょ。ここだけやけに同じ種類カニがいるとは思えん。違う、同じ種類しかいないとも思えんな、これな。あ、でもどっちもやっぱ毛ガニだわ、これ毛が生えてるわ。ってことはやっぱりどっちかがオスでどっちかがメスだな。よいしょ、よいしょ、子供はいらん。大人、食い応えのある大人みたい。よいしょ。ふう。二重にしても割と痛いな。割と痛いな。無限に出てくるな、これ本当に。無限地獄。よし、青大将欲しいっす。もう飽きた、もういい、もうこんだけ取れればもう、あの、バンバンザイね、バンバンジー。よいしょ。あ、やっぱりこれ穴全部あれだわ、カニの穴だ。青大将とかいねえかな。
ほらいっぱいあれ、あの動いてますね。ここら辺が満潮の時にあの水辺になってるから、今多分干潮だからあれないんだわ、多分水が。こいつらあれだ、習性が分かった。こいつらおそらく自分の穴にしか入らない、自分の巣しか入らないんだ。他に たくさんあの穴が開いてるんですけど、おそらく自分の作った巣でしか入らない。バカめ、よし、なんか何回でも取っちゃう。疲れた、これはもう疲れた、もう日もだいぶ傾いてきたんで、あのヘビが欲しいです。ヘビは青大将、青大将欲しいんだけどな。青大将くん、気温はかなり低いんですけど湿度が高いんで、あやっぱ蒸し暑いっすね、かなり。あっちゃ、鉄砲虫はまた今度にしましょう。鉄砲虫は今度、あれだな、そうだな、でも鉄砲虫、カミキリムシの時期っつったらカミキリの幼虫の時期だから、これぐらいの時期のはずなんだけどな。カブトムシだってもう幼虫からもう成虫になりましたよ。カブトムシは6月中に大体ほぼ成虫になるんで、あの羽化するんで。すっげえ重い、これ重い、これおめえ、あー夢中になっちゃった。いやー今日はちょっとマムシが注意って書いてあったのがちょっと気がかりなんで、青大将とかだったらおそらく日向ぼっこしてるとかいう可能性もあるんですけど、これ今今雨降ってるんで絶対いないですね。うん、バッタですね。あともう一つ課題は、スマホが、防水機能ないんで、これ危ないんですよ。防水機能ないんで、ジッパーかなんかで、あの、防水機能を無理やり装着させないと、これ、俺のスマホがぶっ壊れるんで、そこだな。まあ、今度晴れの日に来て、もしかしたら青大将こういった広場にいるかもしれないし、日向ぼっこしてる可能性も結構あるんで。いや、足がもうびっちゃびちゃです。足がもうぐっちょぐちょ。まあ、長靴はちょっと履いていけないでしょう、大体。これもうしょうがないですね。びちゃびちゃになるのはもう覚悟の上で行くしかない。しょうがない、これは家帰るまでの辛抱だな。家に帰るまでの辛抱。いやーでもよかった。いやーめったまいった。ということで皆さん、お疲れ。
あ、やっぱりあれだ、取ってねえわ。お疲れ様でした。